皆さんおはようございます。2021年1月の2日、朝のご挨拶 A です。衆議院議員の原口和彦です。真っ暗ですね、まだね。で、雨が少し降ってたんですね。これからですね、ちょっとまだこういう雨だっていうんで、高木八幡様まで、氏神様にですね、お参りに行ってきます。五郎さん、太郎さんにも新年の挨拶まだしてないですからね。昨日は結構、お人がおられる気配があったんで、引き返しました。その氏神様、高木八幡、我がその高木一族ですね。この佐賀藩のスタートとなった高木からですね、龍造寺、そして鍋島に至るまでの、私たちの氏神様です。で、特定の宗教、どっちかというと、その神道や仏教に比べて、自分のこの家を考えると、キリスト者の割合が多いなって思うんですけど、特定の宗教ということというよりも、むしろ、自分たちをこう地域で絆と、その地域だけじゃなくてですね、その長い歴史の中に自分たちを位置づけてくれる、あるいは見守ってくださる、そういうものだというふうにですね、考えてます。いや、本当にこれまた帰るときはもっとすごい雨かな。引っ返した方がいいかもわかんないですね。少なくとも赤の雨がっぱも着とくべきでしたね。今からだと戻っていうことができるかな。ちょっと行ってみます。で、今日は この後箱根駅伝ですね。往路、箱根駅伝にはいろんな思いがあります。昨日、あなたはラガーマンですかと、ツイッターで、問いかけてくださった方がおられて、確かに高校時代、ラグビーも、高校でですね、もう毎週やってました。でも、ラグビー部かというと、ラグビー部じゃないですね。子供と父親は、もう紛れもないラガーマン。父は、佐賀工業。子供は九段中、それから日比谷高校。九段中の時はですね、子供の試合に、応援に妻と行きましてね、久我山との戦いだったんですね。すごく屈強な久我山。子供は14番を背負ってですね、いたと思いますけども、ウイングですね。結構なタックルを受けてましたね。でも負けずにタックルを仕返してて、もう体格の大きさがね、うちの子も結構大きかったんですけど、その横が全然違うんですよね。その屈強さっていうか、大きさはちょっとね、体重制限ってないですよね、ラグビーはね。で、箱根駅伝、もうじき、スタートですよね。で、長距離もやらせてもらってて、中学校の時、こういう地方の中学校は、陸上部が寄せ集めだったりするんですよね。得意な種目にとにかく出ろと。私はバレー部で全国制覇を狙ってたわけですけど、陸上になると呼び出されてですね、長い距離を走って中大連とかに頑張れということでした。私のライバルが中学校の時いて、山田隆弘君っていうんですけど、もう今は立派なね
パナソニックを卒業して子会社にいると思いますけども、いわゆる佐賀弁でいうとこの鼻垂れですね。彼の後ろにはもう絶対につけない。鼻が飛んでくるんですよね。だから、すいません、お正月の朝から。もう必ず、高弘を抜くと、高弘と一緒に歌うと、さらに音痴がひどくなるんで、高弘とは一緒に歌を歌わないと。でも、生徒会長と議長だったんで、隣なんですよね。必ず横でみんなを間違った方向に向けてたという、そういう、でも彼が今、同窓会のお世話を全部してくれてですね、東京でみんな集まるときに、高弘がやってくれてるんですよね。ありがたいことです。で、そういうものもあって、すごく長距離に思い入れがあるんですけど、妻が箱根駅伝好きでですね、すごく応援してました。で、それはみんなで隙をつなぐ、そこにですね、1年間のすべてをかけてくる、その子たちの姿をずっと見守っているんですね。東京マラソンと箱根駅伝は、直接街頭から、めったにそういうことしない人でしたけど、見に行ってました。で、彼女が亡くなるその年に、ちょうど箱根の湯本ホテルに同級生が支配人でいるんで、来年こそは箱根湯本のホテルから、一緒に見ようねって言ったのが最後でした。結局見ることはできなかったですけど、今日、天から見てるのかなって思います。五郎さん、明けましておめでとうございます。カラスの乗っ取ってすば。この時間だったら大丈夫ですね。人が来られないです。帽子を取って。レイ。アルコール消毒お願いします。ちょっとすみません。後でします。こうやってですね。熊で。後でちょっといただきましょう。こうやって皆さん夜ね、かがり火を焚いて、お守りをしてくださってですね、ありがたいことです。で、そういう箱根駅伝なんで、応援を一生懸命したいと思います。私の制作インターンにも、いろんな大学から来てくれてて、この頃、東洋大学ですね、から来てくれる子も増えています。早稲田とか、慶応とか、だけじゃなくてですね、中央や駒台や、あるいは、青山や、いろんなとこから来てくれてるんで、駒沢大学ですね、本当、頑張れ頑張れって、強い思いをですね、申し上げたいと思います。エールを送りたいと思います。いつかね、箱根湯本のホテルで、一緒に目の前で応援できたらよかったなって思いますけど、それはまた一緒になってから、天から応援できる日が来ると思います。太郎さん、明けましておめでとうございます。やっぱり正月は神々しさに、さらにあれですね。で、今日もですね、立憲民主党の仲間と、ズームライブ、ツイッターライブ、YouTube ライブをします。どうぞ、ご覧になってください。
一生懸命頑張ってる人たちを応援してですね、もう何としてでも政権を交代すると。で、今日一番最初は午後一番ですね、やらせていただきます。午前中ちょっと別の用事があって、いろんな整理をしているわけで、昨日も次戦他戦ですね、この人をやってくださいと、いう、お声もいっぱいいただいてありがとうございます。今日ちょっとその午前中そういう時間が取れないのとあれですけども、明日はですね、もっとたくさんの、仲間と会議を行えると思います。感染状況の確認と、それから活動の確認、それから、何といっても国会に来てもらわなきゃいけません。そのために私ができることは何なのか、みんなでできることは何なのか、支援をどうやって広げていくのか、本当に2日間やらせていただきましたけども、私自身がこう勉強をですね、さらにさらに深くする、そういう時間です。で、ちょっと数が多くなってきたんで、一人当たりの時間が短くなりますけども、しかし頑張ってやっていきたいと思います。ちょっとスマホ持ってるんで柏手が打てませんけど、2礼2拍手1礼、今年もどうぞよろしくお願いします。そうですね、ここで全部出陣式っていうんですけど、もう今は出発式って言いますね。11回の選挙すべてこの高木八幡様でですね、出発式を行ってます。11回の中で、500票差で負けた1回目の中選挙区の、まあ、中選挙区とすると最後の総選挙以外は全部勝ってるわけで、負けるわけいかないですね。頑張りたいと思います。ね、明けましておめでとうございます。本当に氏神様なんですよ。こうやってね、地域には地域を守ってる絆のね、別に特定の宗教をどうこうしてくださいって言ってんじゃないんですよ。でもみんなでこの公民館が一体となってですね、これが公民館です、ね、国会議員だから寄付ができませんけども、やめたらね、いろんなことが、まあまだまだ頑張ってやっていきたいと思いますけども、それじゃあちょっと雨が雨に降られて、本当熱出したらダメですもんね、じゃあこれで A を閉じたいと思います。ごきげんようです。この旗が好きなんですね。みんなで挨拶、笑顔で団らん、一緒にご飯ってね、昨日も母と息子と3人でですね、おせち、作って、作ってもらったの食べましたけど、ナマコとか初めて食べたとか言ってるのいましたけどナマコってこんなにうまいんだと言ってるのいましたね。じゃあ失礼します。ごきげんよう。